Let the freak show begin. 今回もゲストに、モニーペッツジャンクメン、そして、イエンタウンには欠かせない DJ のユリさんが増えた状態でお届けします。本当仲いいですよね。プライベートもいつも一緒に遊んでらっしゃる感じなんですか？まあまあ遊んでるっす。探し合い、どこどこいんの？俺は断り気味だけど、ね、こいつ激しいんですよ。激しい。そんなことある？ないでもどうやって今のメンバー、まあ、今のところなんかちょっと落ち着いたメンバー的にはこうなんか落ち着いた感じがするのかなって思うんですけど、どうやってみんなそれぞれこう引き入れた感じなんですか？まず本当一番最初の出会いはビジョンで、チャキさんと俺初めて会って、はい、まあお互い俺はヒップホップやったし、でチャキさんはまた今みたいにヒップホップやってなくて、うんうんうん、でお互い服とかも好きだったんで、でそこから意気投合して、ね、同じキャップかぶってたんじゃん。同じキャップかぶってたんですね、たまたま。さあだっけ、あよろしくお願いしますみたいな。でそこから始まって、シャキさんのことは俺存在知ってたから、うん、あ知ってます、もちろんみたいな。でそしたら一瞬曲作ってみようよみたいな言ってくれて、まず俺3曲作ったんですよ。なるほど。でその後の流れで、まあ、大地君が俺一緒に遊んでたんで、うん、そこからじゃあ、まあ、大地君とシャキさんも意気投合して、じゃあエンターン作りましょうかみたいな。なんか、まあ、俺とチャキさんクソ暇で暇だった。結構遊んでたんですか？もう毎日遊んでた。毎日2人で遊んでて、で、まあ、2015年になった時になんかやりたいねってなって、うん、で俺とチャキさんの周りのイケてるやつ揃えたらまあまあなクルーできそうじゃないですかみたいになって、うん、でそこで2人でピックアップしだして、でそこでメンバー決めてみたいな。である程度の決まったので、ちょっと皆さんどうですかみたいな俺出しにして、いやみんなやりました。もともとイエンタウンっていうのもチャキさんの洋服やろうとしてたんです。なんか元々そう、なんかチャキさんが持ってた、もともと洋服やろうとしてたのがイエンタウンっていうロゴがあって、はいはいはい、だったらそれレベルにし、レベルとかクルーにしよう、チームにしようみたいな。なるほど。あ、じゃあもう結構かなりしっかりした明確なビジョンがあって発足したっていう感じ。そうっすね。クリエイター集団っていうか、はい、まあ、ラッパー集団じゃなくてこう、うん、俺らだけで、まあ、イベント全部できるよう、ね、にだから最初 VJ とかもいたしね、映像も撮れるやついたし、エンジャミン月1でやってた、エンジャミンもソーシャルで月1でやってたし、ソーシャルでやってました。でもあれも結構もう若いリスナーの子がどんどん増えていってたイメージがあって、それに結構私は驚きました。結構若い子来てましたね。あの時ってまだ正直日本でそのトラップとか、うんうんうん、そこまで浸透してない時期だったん で、それをやっぱ日本人でやってるアーティストの方もまだ少ない時期だったんですね。誰もいなかったと思うんですね、うん、だからやってきた意味はあったかなみたいな、ね、今思うと、うんうんうん、でそこにユリさんも入られて、うん、KZM さんとか栄一さんとかも今入られて、そうですね、そうですね。皆さん同じぐらいにじゃあワッと一緒に最初に入ったのは、ここは初期メンで、あとキラクルーとか、うん、キラ、あとで、あとその後プロパーペニクリーってマージーとか、はい、ニッキーとか彼らも入ってみたいな感じですね。マージーに関してはあのキャラで入ったっすから、ね、みんな DJ とかこんな肩書きあるけど、うん、マージーだけキャラで入れていいってチャキさんに言われて、すごい、もうチャキさんが言うならいいっすよっつって。そうなんですね。でこの間もね、ペッツさんのアルバム出た時も広報部長みたいな感じで、ね、マージーさんが他のラジオ番組とかにもなんか来てくださって、ってそう、ちなみにマージーの前世バオバブの木らしいんで。マジっすか？それなんどういう根拠があるの？沖縄で占い師かなんかに習って思ったんだよね、はい、そしたら前世、あなたの前世はバオバブの木そのまんま、うん、すごい包容力がある。マジのまんま。それででも KZM さんももともとキラクルでも活動されてて、はい、エイビテさんはどういう経緯で加入されたんですか？どっかのイベントで一緒になったんですか？一緒になってるんですよ、うんうんうん、マイクマイクそれでマイクあるある、あそうか、それで食らってそれでやばいと思って、うん、カズマが声かけて、でその後に、うん、一緒に遊ぶようになってるんです。はい、結構でもなんかちゃんとした感じで UC で新しいなんかエビっていうかみんな集まるみたいなので来て紹介されて、でみんなにこいつも入れますみたいになって、こっちに入れましょうみたいになって、で結果今エビっていうのお金みたいなのがめっちゃでかいけどね。いやいや、まあ皆さんね、皆さんこう俺もでも思ったっすけど、なんかこいつ女はっぱクソイケイケじゃねえか。最初会った時からめっちゃイケイケだったよね。こんなやついたんだ。焦り焦りいたわ、本物と思って。本物いたっすね。
でも今後もしそのユエンタウンのメンバーが増えることとかはあり得るんですか。まあ、現在進行形でなんかそのグアップっていうカメラマンが入ったりとか去年ぐらい俺がシャバいない間にですけど勝手に入ってたっすから、ね、そういうのはあるそうです。本当は俺いなくなったやつもいるし、俺とチャキさんが2人で GO 出さないと入れちゃいけないのに勝手に入ってたからね。チャキさんが GO したんだよ、うん、俺らは知らん。でも今やだってユーリーさんもそのチャキさんのなんていうんですか、こう全てこうスキルとかマインドとかをこう受け継ぐ存在として、おこう、うん、王冠がこう渡されるチャキ、リルチャキ、チャキベイビー、チャキベイビー頑張ってますけど。 でもそういうやっぱ学び合えるのがすごいないいなと思って。いや俺はそれもすげえ感じてる、うん、結局吸収試合ですね。エイビッチアルバム出してカズマアルバム出していやかっけえなみたいな、うん、俺もやんねえとなっていう気持ちにもさせてもらったし、はい、刺激もらった、まあ、この中でもそうだと思うし、うん、まあ、それぞれ刺激し合ってる感じはあります、うん、ね。それがちょっといい、うん、なんかバイブスがすごいいいんだろうなと思って。なんかちなみにもしもモニーペッツジャンクマンでビジネスをするとしたらどんなビジネスやりたいとかありますか。まずタイマー産業ですかね。タイマー、ただタイマー産業、まあ、まだかもしれないけど、あとは占いの館とか、あとラーメン屋やりたい。特殊詐欺詐欺はダメだ。詐欺やめてよすぐそうするやからなんだよ。やからなんで大麻産業を占いの館ラーメン屋ぐらいでしょ。占いの館っていうのはどういう。それはもうペッツし、いや俺占いできねえし名前と誕生日聞いてすぐ。いやなんか、いやいや、それはただマヤ歴で、はい、マヤ歴今って365日で1年回してるじゃないですか。始まりました、はいはいはい、でもマヤ歴って260日で1年回してる。それに当てはめて、うん、計算できるんですけど、はい、それ結構マジっぽいですよ。マジっぽいですよ。そういうなんか経験というか、教えてもらいました。俺も自分でやって、うん、まあ、教えてくれる割には自分でやるっていう。俺、待ってた、待ってた。俺の待ってたのはマッサージがうまいって書いてあった。マッサージやばくねえ、その特に。いや、マッサージがうまいって書いてあった。そうなんだ。でもじゃあ当たってる。当たってるんですよ。じゃあペッツさんの占いの館と。いや、俺じゃないんですよ。マヤ歴っすけどね。まあ、マヤ歴。カッコマヤ歴みたいな。うん、まあ海外のラッパーとか本当に皆さんすごいビジネスやってらっしゃるじゃないですか。本当 JG とかもシャンパンとかコニャックやってたりと、でこの間もなんかドレイクがいよいよねタイマーの、ね、分野に手出すみたいな。まあアメリカだと音楽で当たった金で次のビジネス始めやすいもんです。こっちはちょっとボスのボリュームがやっぱあれなんで、お菓子から作ってる海外で。でも最近そのなんだろう、病院関係の人知り合いんですけど、うん、病院の中でもタイマー、医療タイマーがもう少しで使われるっていう話、はい、医者とかにも回ってるんですよ。あ、そうなんだ。だからまあもうちょいなんじゃないかなと思ってるんですけど、そうだったらもう即入院だわ。即入院即入院じゃあそういうところからちょっとずつ変わっていくのかもしれないですね。嗜好品にはなんないと思うんですけど、うんうん、ちなみにまあそれでね、まあ、皆さん仲良くあのイエンタウン過ごされてると思うんですけれども、イエンタウン的な2019年のハイライトみたいなのあるとしたら何ですか。みんなが揃ったことですかね。そうっすね、やっと揃ったって感じですね。でこの間も調子丸千葉で、うん、千葉県でなんかビッグに調子丸でイベントして、はい、初めての5人でライブ、やっと全員揃ってライブできためちゃくちゃ良かったですね、うん、感動したっす、楽しかったっす。エンジャミンもなんか全国でやりたいよね。あ、楽しそうですね。 DJ も、ね、まあ、俺らのメンツだけでやっぱイベント開けるんで、そのままこうその形を的な感じで持ってきたいっす、ね、俺らのなんかこういうスタイルをちゃんとね、ちゃんと見せたいよね。ライブだけじゃなくて、うん、全音楽だけで、ね、遊び方から何か全部そういうのを教えていきたいなっていうのは思った。ユーリーさん的にはなんかすごい印象に残っている現場とかありますか。そうですね、でもそのさっき言った調子のやつは良かったよね。良かったですね、みんなで結構盛り上がったし、まあ、でもエイビッチで結構回ったんですけど、うんうん、まあ、やっぱ結構でかいところも出たし、それで結構エンターンも広まったかなとは。アナーキーのバックリジョンもやってたもんね、はい、忙しい、本当にすごい、本当になんかこう、まあ、いろんなバック DJ もあってご自身の DJ で行かれることもあると思うんですけど、こうローカルの、まあ、街で、はい、まあ、東京以外の都市でここのヒップホップシーン超盛り上がってる。大阪じゃない、やっぱそうなんだ。大阪は大阪、俺大阪引っ越してマジ良かったと思ってる。あ、本当に、もうね、最高。ヒップホップシーンっていうかやっぱクラブに人がいっぱいいる、うん、
ですね、うん、みんなバイブス高いよ、盛り上がってるし、うん、本当一番多分ヒップホップが流行ってる、曲もいいしね、曲もいい、うん、だってね、ジンドックさんとねやってるペッツさんとかもね、はい、そうか、そう、大阪っすかね、一番いろいろ回った、うん、回ってみたけど、うん、俺も大阪住みてみんな住んでほしい、俺言ってたんですよ、大臣、大臣君住みましょう大阪そうそう、ジャンクマニア適当にあれしてちょっと大阪行く計画します、ヨッシーも引っ越したい噂出てますからね、あ、そうなんだ、ヨッシーもそうだしサンタもそう、じゃあ大阪いいっすね、もしかしたら皆さんでじゃあラッパー大阪移住計画が、そうっすね、うん、発足するかもしれない、まるカリみたいになってくればいいね、カリフォルニアみんな集まるでしょ、エリアラッパー結局確かに大阪そうみんな集まっちゃうよ大阪に、確かに、じゃあ2020年もユエンタウンにはもう超期待という感じですかね、そうですね、ムーブは止めないように、ありがとうございます、というわけで今日はモニーペッツジャンクマンの3名、そして DJ のユリさんもお迎えしてお届けしました、ありがとうございました。